のね、他当たってきます。ありがとうございます。はい、皆さんスパね、スパ見てくださいましたか？はい、スパ最高です。わー、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは、はい、こんにちは、こんにちは。今日はとても私お腹が空いてます。イエーイ。なんでお腹が空いてるかっていうと、私美脚、びっくり、ありがとうございます。嬉しいです。それはとてつもなく嬉しい。なんか今日お父さんたちとオンライン食事会をしようと思って、眠いんだね。寝な、ちょっと寝るのも大事ですよ。なんかオンライン食事会をしようと思って、私いつも言ってるんですけど2食じゃないですか。朝ごはん食べてからいつも昼ごはん食べるんですけど、お昼ごはんは食べずに夜になんかパパたちとオンライン食事会をしようと思ってずっと我慢してるんですよ。だからすごいもうお腹が空いてるんです。今日の夜ご飯は何にしようかなって悩んでるんですけど、仕事中に寝るのも大事。今寝たら夜眠れなくなるから我慢。えらい、夜眠れなくなる時あるよね。今の時間に寝たらオンライン食事会、食べ物を見るだけ。家族の顔をね見るんですよ。家族の顔を見て、家族あっちもご飯食べてるし、私もご飯食べてるし、で一緒に食べ、お話しながら食事するんですよ。一人なので今。もうすぐでね、母と父と会えるんですけど、そういう理由の腹ペコさんからよく耐えられると感心です。耐えます。なんで耐えるかっていうと、太りたくないからです。あとでコンビニで、今すごい食べたいんですよ。かぼちゃのポテトサラダ、コンビニの。か、明太子のポテトサラダっていうのがあって、それがすごい好きなんですよ。リボン頭についてる、見せて。これリボンじゃなくてね、これぐらいの大きいシュシュなんですよ。リボンに見えるよね。それをここに大きくつけてるんです。はい、でかいでしょ。これ流行ってるんですよ。なんか今ビッグシュシュっていうのが流行ってて、私そのちょっと前に買ったんですよ。流行る前に買ってるんですけど、なんかミニのシュシュとビッグシュシュがあって、今ビッグシュシュが流行ってて、服屋さん、ナイスクラップかな、ナイスクラップっていうところの服屋さん、パルコにある服屋さんで買ったんですけど、なんかめっちゃ可愛いって言われるんですよね。可愛いでしょ。私お正月よく寝て、よく食べて、よく寝て、よく食べて太りました。太っちゃったのかな。あるよね。でもね、お正月ってそういうものじゃないですか。これの6倍はちょっとやばいですね。なのでご飯を我慢している分だけ家族食べるご飯が美味しくなるよ。そうですよね。こんにちは、こんにちは、ねがいちゃんこんばんは、こんばんは、こんにちは皆さんね。はい、そう、ナイスクラップのビッグシュシュ流行ってるんですよ。ナイスクラップから流行ってるのか分かんないんですけど、なんか流行ってるみたいですよ。なんか今シュシュのブームが来てるみたいですね。パルコ若い人が多いから行きづらい。パルコはいろんな人が使っていいところなんですよ。そのシュシュ大きいから前から見てもいいです。でしょ、可愛いでしょ。初見です、嘘です。そうですね、嘘って言ってくれるのが一番いいです。なんかね、たまにあるじゃないですか、握手会とかでも、初見ですって言ってきて、あ、こんにちはって言ったら、僕のこと覚えてないのって何回か言う人がいて、いや、分かってるけど、そのノリに乗ってあげたのと、本当に、なんかこれは初見じゃないでしょって言って、初見だったらなんか申し訳ないなってあるじゃないですか。ちゃんと覚えてるけど、なんか似てる人っているんですよ。本当に似てる人っているし、なんかマスクつけてくる人とかもたまにいたから、そんなんじゃちょっと分かんない時もあるよって感じなんですよね。だからなんか初見です詐欺は一番、多分なんか得意なメンバーもいると思うんですけど、苦手なメンバーもいるんですよね。私はなんか気使うから、なんか本当に大丈夫かなと思います。そう、
そうそう、あ、だからね、こういう風なノリでね、嘘ですって書いてくれるのが一番嬉しいです。だからね、うん、握手会の初見ですはよろしくないよね。そう、握手会の初見ですはね、ちょっとえってなるんですよね。それでなんか覚えてなかったら、覚えてもらえなかったって書かれるのが嫌なんですよ。いや、ごめんねってなるんです。雑誌買いました、ありがとうございます。今年は初です。今年もよろしくお願いします。お願いします。こんにちは、こんにちは。うん、あとはあれ、私これもね、皆さんにね、握手会をどうしたらいいかわからないっていうあるんですよ。なんか あの握手会に行って、こうメンバーにこう嫌われないためとか、どうしたらいいのとかいう質問たまに来るんですけど、まあ、今のご時世ね、握手会ないんですけど、うん、盛りレポをしないこと、これ一番私はね大事です。例えばノリで、もう来なくていいよねって言われたとしたら、いやそんなこと言うんじゃないよっていう風に言ったら、それを多分持ってツイートしたら、なんかネガイちゃんってこんなこと言う子なんだって、言った覚えないし言ってないのにそんなこと書かないでよって時があったりするんですよね。だからそれは普通になんかちょっとうん、ダメです、ダメですよ皆さん、これ覚えてくださいね。トーク会でもこれはダメですし、そうなんですよ。なんか空想で書く方がたまにいるんですよね。あれ本当に怖いですよね。あれはちょっと、はい、3日はスキーで見られなかったから今年初めましてです。あー、盛りレポする前に一問一個覚えない、そうなんですよね。だからそれだったら、こんな感じのこと言ってた気がするって言われたら、あ、やっぱテンション上がって覚えれないよねってなるんですよね。それはわかるんですよ。いい具合に盛らないといけないのね。まあ覚えてないのは仕方ない。私もね、例えばウォニョンちゃんに会って話しましたってなったら何も覚えてないと思う。めっちゃ可愛かったしか多分覚えてないから。そう、創作レポめっちゃ怖いあれめっちゃ怖い。そうそう、だからね、それはねダメだと思いますよ。初見です、森レポ、空想レポ、あと推しの前と推しじゃない、推しの前と、ツイートの時の普段の言い方が全然違うっていうのはもうめっちゃ怖いと思いました。私なんか私の前では、え、ネガイちゃんよかったね、可愛いねってめちゃくちゃ優しい文章書いてるのに、裏の自分の多分個人アカウントとかではめっちゃ私の服装の悪口とか言うのは言う人がたまにいるんですよ。あれは本当にメンバー嫌がるから、うん、めっちゃ悲しくなるのでやめてあげてください。はい、うん、本当にかわいそうです。私はね、あ、こういう人もいるよねって済むんですけど、例えば若い子にそれが当たっちゃったりするとね、まだ例えば実期生の子が新しくなりました、ツイッター始めましたって言ってそれを見てしまったら、だいぶショック受ける子も多分いるんですよ。私はそれだったから。だからそれはね、ベテランにされると、ベテラン、私も5年目なんで慣れたんですけど、若い子にしちゃダメだよっていうのだけ言っときますね。そう、私はね、もう慣れました。あ、こういう人もいるなって思います。でも若い子にするともうこうなっちゃう、え、こんな人なのってなっちゃうからやめてあげてください。ネットでは好きとか可愛い言えるけど、本人目の前にしたら恥ずかしくて言えない。それは言ってください。でも確かに言えないのかな、どう反応してもらえるだろうって。もう私多分推しがね、オニオンちゃんなんですよ。ここにいるんですけど、ここのファンの方にいただいたねやつであるんですけど、絶対に好きと可愛いしか言わない。絶対好きと可愛いしか言わないです。もう好きと可愛いしか言わないと思います。もうすごく好きです、すごく可愛いです、この前のライブめちゃくちゃ可愛かったです、もう本当に可愛すぎます、もう世界一可愛いです、もう可愛い可愛い可愛いしか多分言ってないと思いますよ。握手会はいつも緊張するから何も喋れない。そうだね、中学生の時とかピュアだから傷つきやすいです。そうだね、若い子には多分慣れたって言われ、うん、まあね。でもそういうことをしといて平気で私の前に来て
スラスラスラって言って言い訳をするのが一番私はえってなりますけど、まあ、これもね芸能人として我慢するところなのでこっちが大人になりますね。でもそれができない子が多分びっくりしていると思うのでダメですよ、そういうことをしては、うん、最近そういうことした人いたからダメよダメよ。頑張って可愛いよって言ったことあるけど恥ずかしすぎて目が見れませんでしたそっか、そういう照れる人もやっぱいるよね、うんうん、すごく好きです、ありがとうございます。好きと可愛いは最高の褒め言葉で、そうですよ、私的に好き、綺麗、可愛い、これももうこれ言っとけばみんな喜びますよ褒められて嫌な気分はしないです。いろいろ言おうと思ってるけど目の前に立つと飛んじゃう、そういろいろ言おうと思ってるけど目の前に立つと飛んじゃうのはなんかね察することができる、あ、多分緊張して何も言うことがなくなっちゃったり言おうと思ってること忘れちゃってるんだなってことはすごく私を楽しみにしてくれてて私に緊張しちゃうほど好きなんだなって読み取ることができるので、そしたら私から話題を振って答えてもらうっていうのはできますよ。まあそういうことで皆さんねそういう質問があったのでそういうお答えをしてきました。そう皆さん週刊スパ見てくださいましたか？週刊スパ見てくださいましたか？まあねあの話は置いときましょう。言えすぎるとね何なんだよっていうファンたちもいるので、何なんだよとか言ってしまうとか思ってしまう人もいるのでこれぐらいにして、はい、週刊スパ、おースパ買いましたよ、ありがとうございます。私ですね週刊スパに週刊スパさんの自分がレース系48というずっと出演したかった本が本の週刊スパさんの中の企画に登場させていただいたんですけど、まだ1冊しか買ってない、もうどんどん買いましょう1冊でも買ってくださってありがとうございます。今回の企画がなんかすごい皆さんなんでこの季節に半袖半ズボンなんだろうって聞かれたんですよ。半袖半ズボンなんだろうっていうのは聞かれたんですけど、あれって私もなんでこの季節にと思ったんですけど、あれって汗をかく企画なんですよ。だから汗をかいてるとかな感じなんで、あれなんですけど、なので短パン半袖どんな季節でも多分、まあ、まあ訳があって、まあ例えばね室内で何かをしてるとかでなんかあんまりこれは半袖っぽくないなって思った時は多分長袖で下は短パンとかなんですけど、まあほとんどあれなんですよね、半袖か短パンとかそういうシステムがあるんですよ多分。なので私は半袖短パンだったんですけど、私競技カルタをしたことがなくて、で本当にギリギリまでなんかこう何になるんだろうっていうのがお題があるので、例えばお部屋をお掃除とか、私だったら競技カルタとか走るとかいっぱいあるんですけど、私の場合は競技カルタって来た時に、競技カルタはやったことないんですけど、多分お正月、まあ新年に出たじゃないですか。で新年といえば競技カルタみたいなちょっとあったので、私全然知らなくて、で全然知らなかったし、撮影ちょっと前の日とかに来たから、これは与えてもらったお仕事だし、何も知らずに相手から教えてもらうっていうまんまで行くのはちょっと失礼ではないかと思ったんで、ちはやふるの映画の、まあ、撮影も一種の演技かなと思ったので、ちはやふるのなんていうんですか、実写版の映画の CM 見たりとか、あとは本当に競技カルタをしてる人たちで、袴の人もいるんですけど、着物みたいな着てる人もいるんですけど、まあ大勢でやってるのはほとんどの人はまあ半袖感じで、半袖短パンなんですよ。なので私は半袖短パンだったんですけど、多分そこにしてたんですよね。で本当に私が目つきキってやってるやつって本当にあんな感じなんですよ。もう相手を見るというよりかはもう札を見てるし、耳も研ぎ澄ませてるし、もう目も見開いてるから本当にあんな感じでやってらっしゃるんですけど、例えば
何枚撮ったらとか、そういう中のルールがあるんですよ。なんか自分の前に何枚置いて、相手のところに何枚取って、相手のところから取って普段を減らした方が、どんどん減らした方が、まあ、勝ちとか、そういうルールも知っとかないと撮影にはならないかなと思ったし、インタビューもきっと出てくるので絶対に覚えていった方がいいなと思って、 Google とかそういうどういう風にやるのかとか、どういう顔つきをしてるのかって調べてから行ったら、すごくいい写真が撮れたので、やっぱり人任せにするより自分の中できちんと消化してってから行った方がいいな、よかったなって思える感じだったんですけど、もうとっても皆さん枯れた姿のお姉ちゃん表現力かっこよかった、ありがとうございます。あれは実際に競技してるのではなく演技だったんですよ。あちら演技でこうバン叩いてるやつとかやったんですけど、あのね、インタビューは20分ぐらいじゃないですかね。いっぱいね話して、その中でいいものを使うので、スパ買っちゃいました、ありがとうございます。本当にね、私的にもすごい写りがいいなと思ったんですよ。なんかすごく写りが良かったし、あのですね、現場がとても暖かかったです。あのミナルンさんと出発時間が私一緒だったんですよ。その日に3人その自分のレースキー48っていうものを撮る時があって、私ミナルンさんと一緒だったんですけど、ミナルンさんと一緒の車で出発だったんですよ。でその中でミナルンさんとあの写真集の話をしたり、写真を撮ってくださる方、カメラマンさんとか運転してくださる方とか、衣装を選んでくださる方、着せてくださる方、みんなで乗るんですけど、コーヒーをいただいたりとか、サンドイッチいただいたり、お菓子をいただいたりとか、もうなんていうんですかね、なんていうんですか、もう現場がすごく面白かったです。温かかったですし、笑顔が多かったですし、なんかいいね、仕事の現場でした。はい、なんかやりやすかったです。はい、なのでね、すごく良かったです。リアルな写真だな、そうなんですよ。業務命令で買わせたんですか。でもすごく良かったでしょ。ああいう鋭い目つき本当にかっこいい、ありがとうございます。あのね、私あのお父さんが2冊も買ってました。2面になってて、すごい大きいね、全国の多分雑誌で載ることができたので、とっても嬉しかったですし、ずっと出たかったお仕事に出させていただいたので本当にありがたかったですね。はい、皆さんね、ぜひまだ買ってないよって方はゲットしてくださると嬉しいです。ちなみに私も確認しました。ちょっとね、自粛期間中とかちょっと今バタバタしてるので、ちょっと買いには行けなかったんですけど、お父さんがその分2冊買ってくれてるので、お父さんから写真を送ってもらいました。もうとっても素敵でしたね。残るものはいいよね。ですよね。もうすごく素敵な感じで、もう本当にカメラマンさんの腕がすごくて、私もう本当に100言われるのが、実物見た方が可愛いって言われるんですよ。なんでかっていうと、写真写りがすごく悪くて、なんかこういうショールームとかでも、自分で言うのもなんですけど、これよりちょっと倍ぐらいには可愛いんですよ、実物は多分ね。なんですけど、今回どうかなと思って見たら、もうすごいね、まあやっと実物に写真写りが追いついてきたなっていう。やっぱり今時の女の子は自分に写る、自分がめちゃくちゃ写りがいい角度とか、自分がこう写ったらめちゃくちゃ可愛いとかいうやつが私全然わからなかったので、本当にね、今回はカメラマンさん腕いいなと思いましたよ。そう、あ、スパさんね、出た時にチャキを応募して当たった思いで、皆さん応募忘れないように、応募しないようにしてください。応募忘れないようにしてくださいね。写真は無加工がいいです。まあね、無加工、私はね、フィルターつけますよ。フィルターはつけます。あの肌とかね、私今むくんだりしてるんですけど、あの肌荒れとかも女の子はね、いろいろなことがあってするんですけど、肌荒れ補正とフィルターは絶対に私の中ではやります。でも目を大きくしたりとか、鼻を高くしたりとか、足を細くしたりとか、なんていうの、顔を小さくしたりとか、そういう加工はしないです。詐欺
っていうよりかは加減がわからないのでしない、私はしないですね。でもなんか、まあ、ネットで可愛いと思ってもらう、まず今の時代ネットで可愛いと思ってもらわないとファンは増えないので、実際に会えないのでほとんど、まあ大事なんじゃないのかなと思うんですけど、私は今までの中で使ったことはね、あ、勝手に補正されてる時あるんですよ。あのアプリのありがた迷惑な行いなんですけど、え、勝手にやめてってなる時もありますよでもいいと思いますよ、私は全然反対派ではないです。そういうやり方もあるんじゃないかなと思って、実際それでね実物も可愛い方います、いや、みんな いますし、まあ、誰がとか分かんないからね、いいんじゃないでしょうか。私はねちょっとしないのでカメラマンさん撮影中に可愛いよと声かけてくれた、あー、くれました、はい、すごいですよね、あの褒め方ありがたいですよ、なんかちょっと上がりますよあれ、あ、褒められてる、頑張ろうって思います。週刊スパ2冊買いました、永久保存版にします、ありがとうございます。ぜひね永久保存版にしてあげてください。そう、あのね加減がわからないので私、毎朝6時にウォーキングしてるって本当なの？そう、めっちゃ言われるんですよこれ、めっちゃ本当って言われるんですけど本当ですあのね毎朝できない日もありますよ、私もまあ女性ですからホルモンバランスがあったりね、例えばお仕事がめちゃくちゃ早い日とか、この日は公演がある日で2回公演とか、2回公演の日って出発時間が早かったりするのでできない日もあるんですけど、できない日があったりちょっと足を痛かったり、体調も、ね、昨日よく眠れてなくてダメだなっていう人はいけないんですけど、もうほとんどね、あのね6時か7時とか自分の好きな時間に行きますけど、朝には行ってますね、6、7、8この時間帯で絶対にどっかで行きます。無理をしていくと絶対に続かないので行きますけど、体型維持、あとは体力つけるため、太らないためにしてますよ。すごいね、あのねすごい聞かれます、本当にしてるのって言われるんですけど、してますね。できない日もありますよ、それはさすがに、例えば雨の日だったり体調があんまり良くない日は、このご時世なのでね、あんま寝れてない日とかは倒れるのでしませんけど、あ、この期間はしないっていうのは決めますね、私もいつも女性なのでねでもやりますよ、本当に努力がすごい、尊敬する、ありがとうございます。そう、ストイック、ストイックって言われますけど、体調が本当に良くなるのでやりますね。あとは気持ちの問題ですかね、はい。毎朝のおはようツイートはウォーキングの後にしてるの？いや、する時と、あのウォーキングの後の時とウォーキングの初めの時があります。最近はね時間バラバラになってきました。本当だったらいつも6時に起きて、6時に歯磨いて顔洗って飲み物飲んで行くだったんですけど、最近はバラバラです。まあ6時7時8時まあそこの間の時間の流れで行くかなぐらいの感じですね。すごいですねこの手の動き、本当に健康になります。私をね真似してする方とかいますけど、あの本当にねみんないいですよって言ってるので、朝に太陽浴びるのは元気になります。だいたいどのくらい歩いてるの？今日は何歩歩いたかな、あんまり私も今のご時世なんで外にあんま出ないんですけど、今日は5247歩ぐらい歩きました。ずっとあのもうだるだる歩くんじゃなくて、もう手振って大股で歩いて途中でめっちゃ走ってっていうのをやったりするので、あのはい、歩数は多分もっと歩く人歩くんですけど、私は時間帯を決めて25分とか、あの25分以上から脂肪燃焼っていうか効くのが始まるので、まあ30分40分まあ言えば自分の体力が続くなら1時間ぐらい歩いてってやりますね。だから歩数は全然気にしないです私、歩数よりかは歩くスピードとか
コースは決めてますよ。コースは決めてます。コースを決めてここを最低限3周4周回ろうとかは決めてますよ。そう、ウォーキング寒い日暑い日は本当に大変ですよね。ネプに頭が下がります。いやいやいや、そんなことないですよ。ウォーキング中にね、ライブのショールームとかしたらね、家バレるよ。ウォーキング朝が早いとまだ暗いから気をつけて。そうなんですよ、そういうのがあるんです。冬とか夏とか日が落ちるのが早かったり、日がね出てなかったりするので、それは時間帯で決めて。本当に危ないからね。一応私も17歳の女子なので。こんにちは、こんにちは。あとで私ゴミ捨て行かないといけないわ。ゴミ捨て行ってコンビニ、今日はコンビニでかぼちゃサラダでも買おうかな。今ねすごいね、コンビニに売ってるじゃないですか、かぼちゃのサラダみたいな、あれめっちゃ美味しいんですよ。ある種のプロ意識かな。なんて言うんですかね、プロ意識っていうよりかはダイエットするために始めたんですけど、あのね、13とか中学生高校生って本当に普通の食べ物食べてるのに全然暴飲暴食してないし、たまに友達と外食行ったり家族と行ったりするだけなのに、なんでこんなに急激に太るのっていうぐらい体が摂取するんですよ、あの成長するために。だからもう成長期って本当にホルモンバランス変わるから太るんですよ。でもなんか太ったって言われたくないし、なんか太ったってことは努力してないんだろうって言われるんですけど、人によって本当に成長期でも太らない子もいれば、成長期で太っちゃう子もいるし、本当に脳のねこれは変化なので、でもなんか太ったって言われたくないから、できるだけ自分の中で私はここまで頑張ってる、ウォーキングしてご飯2食にして筋トレしてフラフープ回してるけど、でも成長期だからこれは仕方ない時もあるよねっていうものをつけるために頑張ってます。私はねまだ17歳なので、まだまだ成長期止まってないですし、あの昨日成長痛が痛くて眠れませんでしたね。あの膝とか足首とかどんどん痛くて、あ伸びてると思いましたね。だからね、自分を納得させるためですね。セブンイレブンのかぼちゃサラダかな。そうです、セブンイレブンのかぼちゃサラダが今食べたいんですよね。ちょっとセブンイレブンまで11なのでちょっと遠いんですけど行きます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday 何々さん、 Happy birthday to you、 おめでとう。誕生日って方がいたので Happy birthday の歌を歌いました。ちょっとね今ね、なんていう言葉だったっけ、なんていう Happy birthday ってどんな曲だったっけ、どんなんだったっけと思ってちょっとあやふやだったんですけど、おめでとうございます。いい一年になりますように。はい、遊びに来たよ、ありがとうございます。誕生日皆さんね、あのおめでとうございます。私とね、今月私も誕生日なんですよ。1月16日の私お誕生日迎えるんですけど、一緒ですね。お互いいい一年にしましょうね。早生まれ遅生まれかな、どっちなんだろうね、1月って分かんないや。みがいちゃんももうすぐ誕生日なんで、そうですね、皆さんぜひメッセージカードを書いてくださると嬉しいです。皆さんね、もしかしたら誕生日までに私、あの16日の私お誕生日迎えるんですけど、もしかして私の、もしかしたら誕生日までに私公演に出る可能性があります。もしかしたらですよ、もしかしたらスケジュールにもしかしたら出れるかなって感じのやつもあるんですけど、まあ期待させといて出なかったら申し訳ないんですけど、もしかしたら16日までに出れると思うので、その時にあのプレゼントが送られてきていたら、できるだけあのね、お母さんがもうその時期にはこっちに帰ってきてくれて、お父さんともうすぐね久しぶりに会えるので、あのお母さんと一緒にプレゼントたくさん届いたら、一緒にねせっせと車とか電車とかに乗って運ぼうと思います。あの楽しみにしてますね。あ、早生まれか、1月だ、そうだ、1月、あーありがとう、訪問ありがとうございます。それもしかして16日までにお誕生日までに公園に出れたらプレゼント受け取って使わせていただきますね。本当にありがとうございます。出れるといいなと思ってるんですよ私。
お仕事とか、なんか私もね、もうそろそろ高校生卒業なので、ちょっとねバタバタしてるんですよ。私の希望ですが、誕生日当日にいい公演だったら最高ですね。あ、私の誕生日がいい公演ですか？私、どういうことだろう。ネイピオンのお誕生日のプレゼントの中にメッセージとお手紙を添えました。頑張って書いたので読んでください。読みます、ありがとうございます。ネガイちゃん公演出ても、関東が緊急事態宣言で名古屋に行けません。ピエン、そういう時は応援しててください。心の中で受け取ります。出れるか分かんないんですよ。一応スケジュール的には多分って感じなんですよ。私もね、いろいろ学校とかテストとかも高校卒業までに受けないといけないことがたくさんあるので、私のね、お誕生日当日に行こうではないんですよ。なんでかっていうと、その日私オンライントーク会っていうのがあって、 SK 全員だから公演はその日ないんですけど、それまでにもしかしたら出れますよって。もう当日にね公演だったら最高ですよね。だってね、そんな嬉しいことないですけど、生誕祭できないからね。でもまあ仕方ないですよ。まあこんな世の中、私もね本当に生誕祭したいんですけど、やっぱり身の危険がいろいろあるじゃないですか、ファンの皆さんにも。仕方ない、声援がないとね、生誕祭って感じしませんもんね。なんでプレゼント送りたいよとか、願いちゃんにプレゼントいつ受け取れるよと思ったら、もしかしたら出れる兆しがあるので、皆さんのねプレゼント送ろうか悩んでるとか、いつ送ろうかなと思ってる方は早めにね出しといてた方がいいと思います。今送ってたら多分劇場に、まあ地域によって分かんないだけど届いてチェックしてくれると思います、スタッフさんが。今ねもうどんどん私プレゼントがどんどん溜まってってるみたいで、いっぱい受け取らないといけないのでね、頑張ってます。本当に皆さんありがとうございます。オンライントーク会でもファンの人と一緒に誕生日迎えるから OK。 そうなんですよ、お手紙はね受け取るまで多分時間かかると思います。今ね多分スタッフさんの数が劇場の中で多いんですけど、それは多分コロナの関係で多分人数を多分減らしてるのか分かんないんですけど、減らしてると思うので密になったらいけないので、なのでねチェックする時間とかも多分大変なんだと思います。そう、お手紙ね楽しみに、受け取るの楽しみにしてますね。去年の生誕祭からもうすぐ1年から経つと思うと時が早いですね。そうですね、早いね。みんな今年の誕生日はどんな誕生日になるんでしょうかね。平日だったらさすがに仕事行けない、仕事でねさすがに行けないですもん。そういう方もいますよね。プレゼントに手紙作るとチェックしてから一緒に渡されるのかな。そうですよ、プレゼントいっぱいだから全部持って帰るの大変だね。本当に皆さんプレゼントとかお手紙とかたくさん送ってくださってるんだ、本当にありがとうございます。私ねとてつもなく嬉しいです。今来た今日んたらこんたら、あ、なんかいつもシール貼るところかな、わかんないけど、そこのお店わかんない、イヤホン忘れたんで無言で。そういう時もあるよね。お手紙ってどうやって保管してるの？箱があって、私のねそこに箱があるんですけど、箱の中にでも本当に研究生時代からたくさん手紙がいただいてるので、研究生からちょっと経って、だいぶ経ってからはもう大阪にねその分のお手紙を置いてあって、最近とかまあ2年前ぐらいまで今までのやつは今ねこっちに置いてるんですけど、もうねパンパンです。箱がいっぱい箱積んであってこちらに置いてるんですけど、1日にね 2,3 回ランダムで毎回読んでますよ。元気になります、皆さんに会えないので。レンタカー屋でトラック借りなくては
そんなにプレゼントあるかな、わかんないけど。チョコだね。ショールームでお誕生日配信がもし可能でしたらしてもらえると嬉しい。するつもりなんですよ、するつもりなんですけど、私8部じゃないですか、オンライン特会で。朝とか準備いろいろしなくちゃいけなくて、いろいろやってるんですけど、多分お家に帰ってきて、私夜にしたい派なので、もしかして急いでお家に帰ってきてショールームすると思います。でも長々できないので、そこは申し訳ございません。ケーキの火を吹く感じかな、うん。でも本当にろうそく消すぐらいだと思うんですけど、できれば本当に。私もね、もう1年に1回じゃないですか、なので、ね、したいんですよ。さてさて、うん、エマに願い事書いたけど、字の汚さに書いたピエン。いや、字汚いと関係ないですよ。願い事を絵馬に書いてあっていうことが素晴らしいことですから。こんばんは。そうそう、大事、そういうの大事よ。みんな気持ちの問題。わあ、皆さん今日もギフトたくさんありがとうございます。あー、ちょっと待って、しゃっくり出た。あ、またしゃっくり出てきた。正味、私絵馬って仕事でしか書いたことないんですけどね、あのグッズとかお仕事関係でしか書いたことないですね。神社に行くね、家じゃないので。うちのお家はちっちゃい頃から神社とか初詣に行くタイプのお家ではなかったので。たまにピロピロって連絡が来るのでちょっと確認してます。大丈夫です、今は。ごめんなさいね、なんかよそ見してるわけじゃないよ。メガイちゃん一人なの？ここいいんですか？一人ですよ私は、はい、一人です。濃厚接触になる前に、あの母が、いや、濃厚接触になる日のだいぶ前に母が帰れたので、はい、一人です。教会だとどんな感じ？教会だと、日曜日に礼拝に行って、今年も、こうやってみんなでねお祈りして、まあ聖書の中ではブドウ酒とパンを食べるんですけど、ブドウ酒とパンを食べるっていうものが、聖書の中に載ってあるんですけど、まあ、皆さんね、こういうね、なんか宗教系は私あんまり話してこなかったんですけど、僕は仏教だからとか、僕はこれだから、キリスト教ってってなるかもしれないので、これね、宗教とか政治とかはすごい批判が多いんですけど、まあ聞かれたので答えると、ブドウ酒とパンの耳を最後の晩餐で、イエス・キリストとそれに仕えてた弟子の人たちが食べるっていうものがあるんですよ。多分そうだった気がする。合ってるよね。私もね、長年ね、ちょっと教会に行けてないので、会って、日曜日にブドウ酒とパン、ちっちゃいこういうパンとブドウ酒を飲むんですよね。そう、でも私はブドウ酒が飲めない子とか子供もいるので、ブドウジュース、濃い海外のブドウジュースと、ちっちゃいこれぐらいのパンの耳みたいなパンをこうお祈りして飲んでお祝いするみたいなのが絶対にありますよ、日曜日に。はい、どうした？今ショールームしてるよ。あ、いいよ、電話してていいよ。うん、もう慣れた晩は。うん、なんかね、今ね、教会はどんな風に初詣みたいなことするのみたいなやつがあったから、普通にブドウジュースとパン食べるよって言っといたいや、やるやん、日曜日にいつも。あ、月1回だけやっけ。もう長年行けてないから。
仕事で被ってるしな。うん、パパです、パパです。うん、普通に礼拝。うん、ああそうやな。以上です。明けましておめでとうやってパパ。はい、もう一回言ってパパ、最後やから明けましておめでとうって言って。明けましておめでとうございます。はい、パパ後でオンラインしようね、バイバイ。バイバイ。はい、ぶっちしないで運営の方。もう本当に皆さん、あの運営の方にお願いです。もう私の父親なんです、父親。あの大阪にいるパピーなので、パピーなので、もう全然なんか男性ですけど、私男性として見てないので。うちの家のパピーはね、3年間ぐらいね、あのショールームに普通に手とか映ってた人なので、もう許していただけると思うので、バンはしないでください。うちの父親だけ特別枠で、もうスポットライト福岡で当ててもらった人なので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あのそうそう、あの初詣は、あの教会での初詣は私のちょっと伝え方が悪かったんですけど、普通にあの牧師先生の説教を聞いてお祈りしてみたいな感じですね。特別なことはしません。みんなでお祈りして、聖書の中の説教とか聞いて。実は初詣の時、たまたまご当地アイドルが目の前にいながら、ネガイちゃんの配信見てました。最高ですね、最高ですね、ありがとうございます。まあ見てあげてください、アイドルもね。福井でね、福井だ、間違えた、福岡じゃない、福井です。ね、パパッとパパッと、こういうの大事、素早い対応大事。お父さんショールームやってると思わなかったみたい、仕事をしてたから。アーメンっていうの、そうですよ、天の御名によってお祈りいたします、アーメンって言います。だから私はご飯を食べる前、まあ、こういうね、宗教政治系は本当に初めて見た人とか、仏教以外、自分の信じてる、自分の信じてる宗教以外はノー、自分の信じてる政治以外はノーっていう方がたまにいらっしゃるので、まあランチ配信とかそういう時にお祈りは絶対にしないようにしてるんですけど、まあ私お風呂の中でもお祈りしますし、お家を出る前、仕事前にもお祈りしますし、寝る前にお祈りして、ご飯食べる前にお祈りします。これはね、なんて言うんですかね、もう生まれた時から私の宗教がキリスト教だったので、ブラジルにも行きましたし、オーストラリアの女の子とかにも会ったし、うん、そう。なのでね、あのちっちゃい頃からいろんな国に飛び回ったりしてたので、なんか、まあ、あるじゃないですか、今の時代、この国とちょっとうちの国がちょっと喧嘩してるから、ちょっと仲悪いから、ちょっとどこの国は嫌いだとかあると思うんですけど、私それがねないんですよ、ちっちゃい頃から。なんかいろんな国の人にも会ってるので、なんか別に、まあ、私が若いからこういう考えなんですけど、こことここの国が喧嘩してても、そこの民はみんないい人たちだしっていう考えをちっちゃい頃からずっと持って、ちっちゃい頃っていうか、もういろんな国と、まあ、接してるからこそ、いろんな国に本当に行ったからこそ言えることなんですけど、本当にね、うん、文化とか考え方が違うだけでみんな本当に一緒の人間だなっていう風な考え方なんで、まあたまにこの考え方が今の日本を分かってないって私のファンじゃない方になんか書かれたりするんですけど、仕方ないじゃん、ちっちゃい頃からそういう環境なんだったんでそうなんですよ。だから、そうそうそう、だから私ね、もう本当にいろんな国に行ってみたいんです。今行けてるのは多分ブラジルとかアメリカ、台湾、その国に行けてなくてもその国の方とお話ししたりはしたので、いろんな方のところに行きましたね。本当にいろんな食べ物食べた気がする、めっちゃ美味しいです。あとはね、賛美歌とか聞きますよ。天使にラブソングをって皆さん知ってらっしゃいますか。ハレルヤって歌あるじゃないですか。ああいう、ああいう本当にもうザ天使にラブソングをみたいな人たちが
あの私がいた教会のところに来て、もう目の前で賛美歌歌ってくださるんですよ。本当にもう天使にラブソングみたいな感じで、あのピアノ弾いてギター弾いて歌ってくださるんですよ。だからそれをちっちゃい頃から見てたので、大概いろんなあの方と会ってますね。あのいろんな方とハグしてきました、こうやってあのね、海外の方の挨拶の仕方ってハグだったり握手だったりいろいろあるんですけど、めっちゃいい匂いするんですよ。なんかあ、この国の方はこういう香水を好む方が多いんだなとか、あ、この国の方はこういう表情とかこういう挨拶の仕方をするんだなとか、ちっちゃい頃から案外学びました。めっちゃ好きです、こういう話するの。皆さんはね、あーでもね、そうそう、日本はいろんな宗教があるからね、わかんないけど、ブラジル今大統領さんの水泳ソートで大変そうなの。そうなの、全然わかんないや。パグにもハグするかな。パグって可愛いですよね。なんかブサカワって言われてるけど、あれはもう可愛いの塊だと思う。そうそう、なんかね、ちょっとね、真面目な話を語ってしまいましたが、私のマインドはこれなんですよ。それゆえなんか この子は分かってないって言うと思いますけど、人には人の考え方がありますからね。ウーピーゴールドパーク、はい、皆さん聞いてください。はい、皆さん聞いてください。皆さん本当に聞いてください。なんかうち の家族、天使にラブソングをめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ天使にラブソングを好きで、天使にラブソングよって1、2、3ぐらいいっぱいあるじゃないですか。お母さんがセットでその全部 DVD 買ったんですよ。で今度持って帰ってきてくれるので、私の家はもう賛美歌が流れまくってると思いますそう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 、どんなハグか。鈴鹿ステル君でもう普通にこんな感じ、普通にこうやって抱きしめ合ってこう肩トントンしてくださる方もいれば、あの背中トントンしてくださる方もいれば、さすってくださる方もいるし、すぐに離れるっていう方もいれば、もうずっと抱きしめ合いながら話す海外の方もいましたよ。にがいちゃんも天使ですよ。そうなんですっていうね、いろんな国の方がいるよっていう話をしました。私のねルームもいろんな韓国の方とか台湾の方とかね、イタリアの方、イタリアじゃない、あのインドの方とかいっぱいいらっしゃるんですけど、みんなね気持ちは一緒、私のことが好きっていう気持ちが一緒なので、もう大好きです。日本のね方が大半なんですけど、いろいろね国の方が入ってきてくださって楽しいですね。今はね多様性を認める時代ですね。私のゴスペルはもう難しい、ゴスペルって本当に難しいんですよ。頑張ります。さてさて、もうね私ゴミ捨て行かないといけないちょっとゴミ捨て行ったりね、コンビニでサラダ買いに行ったりしないといけないので、私はお開きにしましょうかね。さて、髪色落ちてきてるんですよ。でもね、しばらく私病院行けない。行きます。はい、チーズ。もうライトが消えてきてピンク色になってきた。なんかボサボサのまま髪の毛くくったんですけど、はい、皆さんね、チュッシュ見せて。でね、皆さんね、シュシュがどうかしてて分かんないんですけど、スパとかいろいろなお話聞いてくださってありがとうございました。ちょっとねもうまだちょっと寒くなってきてるので、皆さん本当に寒いと思いますが、暖かくしてちゃんと美味しいもの食べて、手洗いうがい、寝がいを忘れずにしてください。あとね、マスクはできるだけ外さないようにしましょう。私もねもう本当に外さないようにしてます。写真撮るときはねちょっとねマスクつけないようにポッて撮るんですけど、
取るんですけど、その他以外はちゃんとつけてるので消毒シート持ってってます。それでは皆さんバイバーイ。ゴミ捨て行ってきます。ゴミを触るの嫌いなんだよな。